いいいい、ここうわここよ、あー、この番組はこのスポンサーでしょうな、お疲れ様。さっきの動画じゃないですからね。はい、違いますからね。はい、よっしゃーよっしゃー、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジルカのりこくん、今日も呼んでリアクション動画やっていきたいと思います。ドンドロン、新天地開闢集団ジグザグの、福島正義のライブ映像でございます。よっ、めっちゃ綺麗な感じが。いや、俺めっちゃ見てて。俺もめっちゃ見てて。あ、ほんと？これいいよね。これすごくいい。まあ、ジグザグ今も、キュインって来てるから。キュインって、キュインってね。武道館埋めちゃったらしいっすよ。武道館。マジっすか？うん。売れましたね。売れましたね。完全にもう。うん。っていうので、とどまることを知らないジグザグのライブ映像。ね、いろんな技術盗んだりとか、はい。できるかなと。勉強になるかな。一緒にぜひ。はい。勉強していただければ、よろしくお願いします。僕もしたいなと思いますので、はい、このチャンネルでですね、まあ、リアクション動画ですとか、ボイトレ関係の動画ですとか、配信しておりますので、チャンネル登録をお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いします。本編、行っちゃいましょう。行こう、よっしゃ、見ていこう。はい。緊張すんね。はい。じゃあ、一緒に押そう。一緒に押そう。一緒に押そう。止まっちゃうかもしれない。一回再生されて、もう一回押すことになっちゃうかもしれない。確かに。一時停止になっちゃうかもしれない。じゃあ、オッケー。じゃあ、これで行こう。行くよ。じゃあ、せーの行くよ。はい。せーの。はい。よし、乗る、これが最高なんだよ。そう、ドン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 、バス気持ちいいね。気持ちいい、この感じ最高だよな。うん、俺いい、パーティーだよな、盛り上がる。いいよ、笑ってる笑ってるよ。聞こえない盛り上がっちゃったけど、盛り上がっちゃった。そうなのよ。で、ここでね、うん、シャウトが早速入るんで、はい、ちょっとここ着目ですね。そうだね。そうなんだ。これだ。これもね、随時入ってくるんだ。はい、はい、すごいな。激しいね。音いいね。うん。綺麗、声が。ちょっとさ、気だるいよ、ね、そう、ちょっと気だる感じだね。誰のせいであれよ、せいなのつゆしろ、なんか、うん、ここでさ、ハキハキするのも違うんだよな。そうだね、パキパキいっちゃう。ちょっと違うね。ちょっとニュアンスが、表情とこういう感じで歌ってるよね。うん、バスラが、うん、シャウトが来ました。シャウトが来ましたね。ロングトーンもね。ポイント2ですね。ポイント2だね。これね、水なんですよね。え、これ水なの？まあ、ほぼ、多分。で、そう、吐きぐらいの勢いが、うん。そうなんですよ。パワー感がすごいあるから。そう、水のイメージとしては、多分みんなその、なんだろうな、弱いとかさ。うんうん。クリーンと相性悪いとかさ。とか、発音があんまりできない。あ、とかね。で、まあ、実際そうなんですけど、うんうん、そうなることが多いんですけど、まあ、巫女様だから。そうだね。関係ないから。開闢してるから。そうだね。水も開闢してるから、だから突き詰めればこれぐらいになるんですよね、うん、水もね。そう、すごいエコーだよね、うん、エコーです。そう、使いこなせればエコー。ずーっと吐いてると、うん、やっぱこう吸わないといけないし。そうだね。で、吸いすぎても、うん、吐かないといけないしね。そうだね。だから循環できるからね。 SDGs って感じ。そうだね、うん。いいね。ああ、いいいい。うん、ちょっといいっすか。はい。なんかやっぱ勢い出たね。確かに。振り幅すごかったね。うん。誰のせいから、ギャッ！あ、そう。誰でもいいからって、ギャッつって。疾走感って、うん、その前が、その鈍ければ鈍いほど際立つからね。うん、あ、そうだね。そう。スイカに塩かける理論だからね。うん、はい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 。ましたね、うん、うわっ！マジか。今見ました？これいいですね。見せるタイプですね。目でも楽しめる。そう、視覚で。ここ少し好きなんでね、これ。そうですね。みことさんすごいですね。みことさん？みことさん。みことさん、ちょっと待って。みことさんもね。みことさんも地元の先輩みたいな。うっす文字やめが。
そう、歌い方も、うん、その A メロの、こう、気だるい感じ、うん。で、B メロの、こう、ちょっとね、うん、あの、勢いの出る感じ。はいはいはい、はい。で、ここに来て、うん、すごい綺麗だね。綺麗ですね、ここ。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。うん、なんかちょっと、もう一回聞こう。もう一回聞こう、ここはね。あ、なるほどな。もう最後の日は傷口開くからやめてくれみたいな歌い方してるんですね。そんな感じカーラーあーもうまさにまさにみたいな感じでさ、うん、でなんかこうさちょっと思ったのは、うん、結構こう尺利を結構ここ入れてるなと思ってて、あーそうだった降り出した雨の音がうるさくてまた耳をみたいな、うんうん、こういうのをいろいろ入れてるのも入ってたね、入ってたよね、うん、っていうのも切なさをこれ感じる、あーそうだね、一個のあれかもしれない、うん、うんちょっとね、尺、そうね、うん、かっこいい、うん、マジかっこいい、ちょっとかなってね、このサビがいいのよ、うわいい、もうここさ、うん、駆け抜けるよね。もう自由自在な感じ。そう、なんかさ、うん、ずっと右肩上がりだよね、ここ。テンションが。あ、そうそうそう。最後、シャウとかここにいてさ、うん、タラから入って、こう、ガッとどんどん上がってくる。ガーって言って、最後歌詞に合わせて。そう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 。バチッと、味わう日が来るまで、うん。お前はもう苦しみやがれみたいな。そう。どんどんこう、憎悪のテンション。苦しめよ、お前みたいな。お前みたいな。復讐ですからね。復讐は正義。その表現も。そうですよね。うんうん、でも綺麗なのよ。すごい綺麗。うん、波はあるけど綺麗なの、うん、ここやばい、うん、ここマジやべえな、まあ、やべえな、やばいやばいね、うん、ちょっと待って、高いよここかな、うん、だから A A, A はね、 A ってちょっときついじゃん、うん、ちょっときついのを、うん、てて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 ずっと行って、うん、で、A って普通の男性キーでは高い方ですから、ね、うんうん、ちょっと高いですから、うんうん、そこをね、細かい私を落としたあなたがって全部 A っていうのは結構きついし、そうだね、しかもサビラス、サビのラストですから、うん、でちょっとね、しゃがれてんだ、うん、そうなのよ、で、こう高い音でガナンって難しい、難しい、本当に難しいで、入れて、かつ、ミのところかな、うん、いたミをってちょっと抜くんだよね、うん、で、これもちょっとむずいというか、難しい、そこまでをずっとこう A でさ、うん、もうアタックしまくって、うん、B とか A とかやってる中で、うん、ウィーンってここで急に綺麗になるんだよね、これむずいんですよ、うん、そう、全力ダッシュした後に、うん、ってむずい、そう、難しい、むずいだろ、ピタッと止まることは難しい、難しいじゃないですか、うん、でも止まれる男、それが御事様、御事様で、で、シャウト、そう、もうボコボコですよ、もう、うわ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 、もう、オーバーキルですね、あ、オーバーキルですね、オーバーキルですね、これは、いいね、いいね、いいね、声出したくなっちゃう、ね、四つ打ちなんだよ、うん、あ、そうだね、うわ、出た、マジこれ異常なんだよ、いや、異常なんだ、やばいよ、うわ、うわ、わい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 、ギタークッソうまいわ、クッソうまいな、で、ここまでで、ね、気づいてない人いるかもしれない、うん、スリーピースバンドなんですよ、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、3人なんですよ、ソロやるんだよ、ボーカルが、うん、え、このソロ僕弾けないっす、いや、ほんとだよ弾けないっす、俺も弾けないもん、うわグルービーだな、うん、あ、ニオクラ感出てる、すごい出てる、うん、すごい、俺の好みですタイプです、タイプです、本当にタイプです、そして、うん、疾走、うん、うわー、お帰りなさい、いやー綺麗、うん、すごい、もう、うわー、うん、照明もいいわこれね、え、現れるよここね、心が、うん、綺麗、うわ綺麗だな、うん、
うわっちょっと影丸くん石何個入って千手観音マジ。じゃあ千手観音ですね。すごい最高の展開に。でまたサビね。さんのかなり独特なんだよな、うん、あ、そうですね。なんかね、そうなんすよ。そうだよね、うん、なんだろうな、まあまあちょっと月並みな言葉ですけど響きがすごいというか、うんうん、さっきのまでのとことかさ、うん、ああそうだダー、うん、みたいな、うん、ちょっとより響かせてでの部分で、うん、ちょっとより共鳴を使ったりとか。そうだね。振るがない。すごい振るがない、うん。すごい。このね、うん、ビートがね、そうビートがいいのよ。うん、あ、変わった、うん。アウトロだ。うん、素晴らしい。最高です。最高です。さあ、ということで、見てまいりましたけれども、はい。はい、ファン目線で見ちゃいます。わかる？なんかもう目が、ハートになっちゃう。いや、ほんとにそれ。ぜひ、皆さんこの動画気になった方、ぜひ概要欄の方に、貼っておいてるとか、あと、リコくんの情報等々も、概要欄に記載しておりますので、ぜひチェックしていただいて、あと、チャンネル登録と、あと、高評価、ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いしますと。ありがとうございます。バイバイ。